ここですか目的地。はい、こちらになります。だるまさんがいるんだ。この時間帯に来るとこでなんて写真撮るんですか。ここで彼さんも寝てはるから。あ、じゃあ写真撮りますか。はい、お願いします。はい、はい、じゃあ撮ります。いつもの感じで撮りましょう。でちょっとこちらが、まあ、本日一番の問題の写真かなと思うんですけども、ちょっと怖い怖い怖い、左上の柱の柱にお札が貼られていますと。貼ってますね、はい、うん。その後ろのハスに乗る形で、うん、あ、ごめんなさい、針ですね、うん、針に乗る形で、うん、妖怪が乗っています。何の妖怪ですか。ここからが、大変重要になります。はい、身長を90センチぐらい。うん、ちっちゃめ。はい、うん。生ハゲのような姿。うん、鼻が赤くて長くて大きい。天狗の。天狗の。ちょっとさ。真面目によ。ちょっと木村さん、いやもうネタじゃないんだけど、マジで言ってよ。今回も呼んじゃいましたかね。考えたね、文書ではなくてですね、はい、今回も昨年と同じ、先生にですね、はい、写真をお送りして鑑定してもらってますので。え、その先生は困ったら天狗出すみたいな。そんなことないですよね。強い企画みたいな感じで、ちょっと困ったらあんま出ねえやつが天狗出天狗出しとけみたいな感じじゃないっすよね。ガチなんすか。いや、これはガチだと思います。ガチですね、はい。去年はね、10匹ぐらい天狗捕まえましたけど。そうですね。今年は、いや、1人ごめんごめんごめん、1人捕まえ、ね、カブトムシみたいな。いや、もう毎年の俺楽しみだから、今年は天狗会えるのかなと思って。今年は1人と、うん、そうそう、はい、1人出会えたんですね。そうですね、まあ、今年は6枚、鑑定していただきましたので、はい、こちら、まあ、かなりの金額です。なるほど。これちなみにいくらぐらいかかったんですか。まあ、これ多分1枚2万で12万で。そりゃ天狗1匹ちょっとサービスさ。それ1匹サービスじゃん絶対。ちょっといいよ、1個唐揚げ入れとくよみたいな。それじゃないんすか。いや、ちょっとまあ、いや、先生がおっしゃってることですので。なるほど、はい、まあ、お金ではないです。こういうことはお金ではないです。確かにね。そうですよね、はい、うん、確かにね、まあ、でもちゃんと見ていただいて本当にね、ありがとうございました。ありがとうございました、はい。